許してあげなさい。すごい完璧です。今のタイミング、ちょっと聞いて。水飲む人辛いよでもね。すごいすごい。私たちじゃダメだと思うよ。うん、そうだな。そうだよ。絶対その方がいいよな。ケーキ買ってこよう。ケーキ？今から？なんで？美咲はショートケーキのイチゴを食べるとき笑うんだ。嬉しそうに。でも今はどうかな。うん、泣いてるし食べれないんじゃないかな。みんなで買ってらっしゃい。母さん食べれるよな。いいのよ、食べれなくても。みんなの気持ちが美咲を元気にしてくれるの。ゆっくり元気になればいいの。大丈夫よ。あ、じゃあお父さん買いに行く。うん、言っただろ、行こう。父さん、私モンブランとプリンね。母さん、強いな。確かに。あいよー。あんな父さん、初めて見たんだけど。昔、母は少女で恋をして、たくさん悩んで、たくさん泣いて、恋を終わらせて父と出会い、私たちの母になった。時々終わらせた恋を思い出して、どんな風に乗り越えてきたのかな。私たちが立ち止まればそっと背中を押してくれて、いつでも私たちを見守ってくれています。母がそっと教えてくれました。恋は忘れなくていいんですね。窮屈なアパートで何度も夢を見て、
愛をただ見つめていた。愛してるだけじゃ叶わないことや結ばれないことが今なら分かるのに、幸せにしていますか、どんな風に笑っていますか、街並みが変わるたび少し寂しくなるけど、君は覚えてますか、小さな愛のための涙や大人になりきれない不器用でまっすぐな思いを閉じ込めてた。過ぎてく、それでも笑ってくれる君のことが苦しかった。傷つけ合って行き場をなくした僕らの夢はどこへ行ったろう。時に僕らは寄り道したり迷い込んでしまったり、急いでみたり戻ってみたり振り返ってみたり、だけど大切なことはたどり着くことじゃなく、その途中の道で見た夢たち。風の中なくしたものもたくさんあったけど、幸せにしているから、あの日のように笑ってるから、二人の扉は開くことはないけど、思い出さなくなっても決して忘れたりはしないから、君は君の心の大切な人を思っていつまでも寂しくなるけど、君は思う。
つか小さな愛のための涙や大人になりきれない不器用でまっすぐな思いを受け止めて僕らの東京タワーあの日の東京タワー東京ではスカイツリーが600メートルを超え日本はもろか世界一の電波塔になった僕にも君にも塗り替えた日々があるこの場所へ置いて行こう時のかけら企画ストーリー第15番忘れない恋昔忘れない恋をした二人はとても若くて優しくなれなかったでもその恋は優しさと強さを教えてくれたずっと会いたい人がいるってなんだかいいですよね麒麟大谷千代母麒麟美咲大谷千代恵美林恵梨香陽介門馬陽父伊藤徹 PA 内山愛曲歌呉部拓也40分。